辰坊だ。最近梅雨入りしましたね。梅雨はさ、まあ、必然的に家にいることが多くなるじゃないですか。なんで普段あんまりできない読書する時間とかが増えるので、僕はねあんまり嫌いじゃないんですよ。まあ、外で Vlog 撮れないっつうのが唯一の悩みだね。まあでも雨でも撮ります。期待してください。ということで今日はですね、そんな梅雨の時期に使えるシューズを紹介したいと思います。行こう。今回僕が紹介するのがこちら、サロモンのシューズです。サロモンかっけー。これから雨の日が多くなると思うので、タウンユース用のゴアテックシューズが欲しいなと思ってたんですよ。それでニューバランスかクラークスかサロモンで迷って、クラークスはもうワラビ持ってるし、ニューバランスの2000にはすでに完売しててプレミアム価格になってるし、それで僕サロモン好きで、普段この XT6 を愛用してるんですけど、見た目もかっこいいし履き心地もいいので今回サロモンを選びました。このモデルは XAPRO3DV8 ゴアテックスというモデルになります。 XAPRO3D ゴアテックスの第8世代モデルで、オリジナルモデルの安定性やクッション性、グリップ力はそのままに、さらに軽量でソフトな履き心地に仕上げた一足になります。サロモンにはいろんなゴアテックスシューズがあるんですけど、その中でもこのモデルが僕的に一番かっこよかったですね。やっぱね、黒好きの僕はオールブラックに惹かれちゃいます。前回のモデルから 20g の軽量化に成功したこの第8世代モデルは、シームタイプのアッパーを採用し、快適性とプロテクションを両立させています。 3D シャーシの形状を改良することで、適度な安定感と快適な履き心地を実現しているんですよね。そしてヒール全体に採用されたプレミアムウェットトラクショングリップと完全防水のゴアテックスにより、地面が濡れていてもスリップしづらく、適度なグリップ力と耐候性に優れているんですよね。そしてサロモンの最大の特徴がこのシューレース、クイックレースというもので着脱しやすいデザインになっています。やっぱりもともとトレイルランニングシューズだけあって、サロモンはすごく履き心地がいいんですよね。見た目はごついけど、これがねシンプルなファッションに合うんですよ。早速こちら履いてみたいと思います。いや、やっぱサロモンはフォルムがかっけえな。この縦長のフォルムにスポーティーなデザインが男心をくすぐりますね。そして本当に履きやすくて、フィックレースを上に引っ張ってストッパーを下げればもうこれでフィットするんですよね。うわ、クッショニングすげえいいな。なんか沈み込むような感覚で履き心地は最高ですね。そしてこのオールブラックがグレーのパンツにすごく合いますね。僕は今28センチを履いています。サロモンのシューズはハーフサイズアップがおすすめですね。僕普段スニーカーは 27.5 センチを履くんですけど、サロモンはね28センチで履いてます。 27.5 センチだとね、縦がちょっとジャストすぎて少しねきつく感じたんですよ。なんで XT6 もそうですし、これも28センチを選びました。だから XT も XA もサイズ感は変わらないってことですね。でこのサロモンはオーバーサイズなスタイリングにすごい合わせやすいんですよ。シューズのフォルムがスタイリッシュだから、ワイドパンツと合わせるとメリハリが出てかっこいいんですよね。でこのクイックレースは締めたらこのベロにポケットがついてるんですよ。なんでここにストッパーを入れて、残ったシューレースもこのアッパーのポケットに入れることができます。こんな感じでよりスタイリッシュに見せることができます。やっぱりもともとトレイルランニング用のシューズだから邪魔にならないようなデザインになってますね。でもファッションとして履くのであれば、僕はねストッパーを出してこの前のレースの部分に入れて、こうやって普段僕は履いてますね。結構レースが長いからそのままで歩くと少しねやかましいんですよ。なんでここに入れてバタつきを抑えてあげる。この履き方がやっぱりかっこいいよね。で僕初めてゴアテックシューズ買ったんですけど、本当に水を弾くのかちょっと疑ってるので、こちら水をぶっかけていきたいと思います。いくよ。おお、
あ、すごい。ちゃんと水弾いてますね。ゴアテックスやっぱすげえな。いや、疑ってすみません。いや、これは梅雨大活躍間違いなしだな。サロモン恐るべし。はい、いかがでしたでしょうか。いや、俺結構びっくりしたね。このサロモンかっこよすぎた。これに出会えてね、嬉しいよ。もう一つ購入の決め手になったのが価格なんですけど、まあ、クラークスは3万円台、ニューバランスが少し下がって2万円台でも、このサロモンは税込みで1万8700円になります。いや、マジかよサロモン。こんなかっこよくて、しかもゴアテックスで、何より履き心地抜群で、これは買うしかないよな。すでにサロモンのオンラインではサイズが欠けてきているんですけど、サロモンはとにかくいろんなショップで取り扱いがあるので、ぜひチェックしてみてください。僕もね、公式では購入せず、これヨドバシカメラで買いました。だって公式が売り切れてたからさ、ヨドバシはポイントも 10% 還元されるし、おすすめだぜ。このサロモンは売り切れ間違いなしだ。在庫があるうちに、そして雨が強くなる前に早めに検討してみてください。ということで、今日はサロモンのゴアテックスシューズを紹介しました。どうもありがとう。サロモン恐るべし。